いやー、なんか久々に秋冬にいいアウターが欲しいんだよな。シャツアウターだとかカバーオールだとかミリタリー系のアウターとかもいいんだけど、もうちょっと綺麗めに見えるような大人っぽいアウターって何かいいのないのかな。そう思って、皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、僕のオリジナルブランドであるソウのデニムダブルジャケット、こちらがですね、良いものが仕上がったので皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、秋冬のアウター選びって結構悩むかなと思います。まあ、いろんな選択肢があって、カバーオールがあったりだとかミリタリーっぽいアウターがあったりだとかワークテイストのアウターもあったりするわけなんですが、まあ、もうちょっと大人の男性にも似合いやすいようなアウターとして、僕はですね、このようなダブルのジャケットってすごく便利だなと思ってるんですね。まあ、個人的にもダブルのジャケットはすごく好きで、これまでにも何度も買ってきたんですが、シングルのジャケットほどビジネス感はなくて、割とカジュアルシーンでも気軽に羽織りやすいですし、職種によってはそのままビジネスで使うこともできたりするアイテムなので、意外と1枚持ってると便利なアイテムかなと思っています。以前ですね、グレー系のダブルジャケットも作ったんですが、個人的には結構デニム素材というものが大好きで、しかもデニム素材はボトムスに使うようなジーンズではなくて、こういったジャケットにですね、デニムを落とし込むのが結構好きだったりしまして、今回はこだわりにこだわってですね、こちらのデニムのダブルジャケットを制作しました。結構ですね、サンプルも3回ぐらい作り直してようやく完成したのがこちらのジャケットなんですが、デザインのベースはダブルになっていまして、サイズ感には少しゆとりを持たせているんですね。僕が着ているのはこちらですね、 M サイズになります。身長164センチ53キロで、まあ、M サイズですね。まあ、身幅もですね、少しゆとりがありますし、袖丈はそこまで長すぎなくて、通常のビジネス用のジャケットよりは少し長めかなぐらいの設定になっています。まあ、ボックス型の今っぽいジャケットなんですが、決してワイドすぎないようなサイズ感になってまして、肩のラインも落ちているんですが、そこまで極端ではないので、割と大人の男性には使いやすいような、そういったサイズバランスに仕上げています。そして何といっても最大の特徴は、このようなダブルのですね、クラシックなジャケットをデニム素材で表現したという点かなと思っています。まあ、デニムの色合いもですね、ほとんど色落ちしてないような、まあ、上品な色合いのものを選ぶことで、素材自体はカジュアルなんだけども、そこまでカジュアルに触れすぎないようなバランスを意識していまして、なかなかいい雰囲気に仕上がったかなと思います。素材の厚み的に秋にも着れますし、冬にも着れますし、もちろん春なんかにも着ることができるので、真夏以外の3シーズンに対応するような、まあ、そんな素材感を意識して作りました。まあ、僕自身はこのようなデニムのジャケットは T シャツの上にさらりと着るのが大好きなので、今内側にはですね、このようなプリント T シャツを着てるんですが、まあ、それ以外にも例えばバンドカラーのシャツを合わせてみたりだとか、ボーダーのカットソーを合わせてみたりだとか、さまざまな着こなしが想定できるので、結構このようなデニムジャケットって一着持っておくと便利なんですね。素材自体の厚みなんですが、そこまで厚すぎず薄すぎずのベーシックな厚みにしてありまして、デニム特有の硬さだとかごわつき感みたいなものはなるべくですね、抑えるように作っているので、ジャケットというですね、堅苦しさのあるアイテムなんですが、着心地は比較的楽かなと思います。で、素材的にデニムというのは結構強いので、ある程度雑に扱ってもいいというところが個人的にはすごく楽なんですね。動く中でちょっとシワが寄ったりだとか、程よく柔らかさが出てきたりだとか、自分の体に馴染んできたりだとか、まあ、そのあたりの経年変化も含めて楽しめるのがこちらのデニムダブルジャケットなのかなと思っています。まあ、もちろんですね、こちらジャケットというジャンルではあるんですが、個人的にはきれいめのシングルのジャケットと比べると、このようなジャケットというのはきれいめのアウター感覚で着るのが一番バランスがいいかなと思ってるんですね。なのでオフの機会でガンガンに着ていただきたいなと思ってますし、カジュアルな着こなしでも OK な職場であれば、ぜひですね、オンオフ問わずに使っていただくと、すごくバランスのいい一枚になってるかなと思っています。 T シャツにも合うし、シャツにも合うし、あとは薄手のニットなんかにも相性がいいです。またボトムスなんですが、今はブラック系を履いていますが、ホワイト系にも合いますし、あとはオリーブ系のちょっとミリタリー感あふれるようなボトムスと合わせてあげて、少しカジュアル感出してあげるのも良かったりするので、1枚のジャケットで結構横展開がしやすいような、そんなところもですね、魅力の一つかなと思っています。まあ、僕は自分のブランドではなるべく1個のアイテムに対して時間をかけて作って、一度作ったらそれを定番的に長くですね、作り続けるということを念頭に置いてるんですが、まあ、こちらのアイテムはトレンドに大きく左右されないような
ミニマルで使いやすいデザインと、その中に今っぽいサイズ感というところをうまく取り入れているので、経年変化を楽しみながら一度買ったらかなり長い期間使っていただけるのかなと思っています。デニムの素材なんですが、岡山県で生産した上質なものを使っていますし、今回も国内で丁寧に生産をしています。僕のブランドは店舗を持たずにオンラインのみでですね、受注生産という形で全て作っているので、なるべくコストを下げて皆さんにご提供させていただくようにしているので、かなりコストパフォーマンスも含めて優れた一枚に仕上がってるかなと思っています。僕自身も最近の撮影の中でガンガン着ていまして、もうすでに見たことがあるという方だとか、これから見かける機会も非常に多いかなと思うんですけども、ぜひ気になった方はですね、この機会にチェックをしていただければなと思っています。先ほどもお伝えしましたが、こちらの商品に関しましては受注生産ということで、本日8月の24日木曜日から9月2日の土曜日までですね、販売受付をしています。この期間にご注文いただいた方には10月の後半までにですね、お届けする予定なので、秋冬から来年の春にかけてガンガン使っていただけるような、そんなアイテムになってるかなと思っています。こちらのジャケットの価格ですとかサイズ詳細はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらのページからぜひチェックをしていただきたいなと思っています。僕自身にとってマストアイテムだと思っているデニムのダブルジャケット、ようやくですね、満足いくものが完成して皆さんにお届けできることをですね、とても嬉しく思っています。くれぐれも皆さん無理して買う必要はないので、もしクローゼットを開けて皆さんのワードローブの中に加えた時に、これは活躍そうだなと思ったらご検討いただければなと思っています。これからも僕のブランドソウではベーシックを軸足としながら、その中にトレンド感を程よくミックスして、1年だけではなくて複数年使えるような丁寧なものづくりをしっかりと行っていきたいなと思っていますので、ぜひこれからの新商品もですね、楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。